はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋みともです。はい、去年、コラボできたかできなかったかの発表です。去年自分で言ってて忘れてたんですね。こういう人としたいなって言って、去年は、全然誰ともコラボできなかったんですね。やっぱり知名度が低いので、伸ばします。今年は頑張って伸ばしていきます。で、新年なので今年誰とコラボしたいか発表したいと思います。ヌシさん的にはですね、まあ、去年あげましたけど、タック TV レディオさんです。去年、おととしかあげた理由。タックさんとツイッター繋がってるけど、コラボしたらなんか面白そうな企画できそうじゃないかなって、なんか、ラジオ系の企画なので、ラジオ系のなんか投稿できたらいいなーって。いうのが一つ目です。二つ目は去年、岡田さんかな、去年っていうか、おろし多分言ったと思いますけど、ゼロワンのあの方です。この人俺言ったんですけど、今年多分ってか、多分無理なんだぞ。思って、同業者だったら、最近ちょっと見てハマっちゃったのが、バンジャイさんっていう方。あの人も見て、この世も強い人たちいるのって思いました。自分はクオリティが低いからあんまり面白くないなと思うんです。なんかなんだ、ドッキリ仕掛ける専門だから、なんか、どっちかに仕掛けてもいいね。岸くんか、みえさんかルランさんかどっちか。誰でもいいからドッキリかけたいっす。つか、俺ドッキリやれんのかなって思ってね、あげてみました。で、三人目つが、一応、そう、二グループあげましたが、今年コラボできたらいいなぁと思ってたりします。もし問題ある方は、前回も言いましたが、ツイッターまたはフェイスブック、YouTube のコメントで言ってくださいということで、ざっくりした緩い動画ですけど、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。